パレードチャンネルでーす。今回はリクエストにありました足のサイズ比べてみたい。比べていきましょう。比べてみてくださいって見たときに、え、何が知りたいってなったよな。今比べたけど、比べて1分で終わりました。何秒で終わったか見てました。ちゃんと早かったな。38秒、勢いだけで。38秒やった。38秒で終わり。最速やったな。最速でした。ショートやん、まあ、ということでアコの方が大きかったっていうこと。バイバーイまあ、せっかくなんで、じゃあリクエストね、いろいろいただいてるからやっちゃいましょう。いや、本当ありがとうございます。ね、ありがとうございます。ぜひ、他の方もね、コメントしていただけたら、私たちすごく嬉しいです。はい。普段のリクエストじゃなくてもコメントもらえたらね。うん。お願いします。はい、企画人任せ。コメントいっぱい嬉しい。イェーイ。あのコメントであったリクエストされてた、はい、足こしょこしょをやりますか、うん、ちょっとアコから足出して、こっちの足にしよう。なんか汚そうちょっとそこの位置にちょっとここでいい、ここでいい、ここでいい、そうね、うん、ここもちろんこう雑いね雑い、頭を守ってくれ優しさよ、これがルビの。ちょっと待って、ほんまに何かあったら危ないからちょっとここに置いとこう、はい、どっちの足、これで映画見たこっちがいい。なんかさ、嫌なんやけど。絶対汚いで、ね、そんな。そうさ、顔にかぶらんようにな、まず。ひどい、お客さんのね、足こってます。何が痛かったん、今の痛かった。ちょっと確認します。うわはい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 、お嬢ちゃん、ラグリスリとちゃいまっか。変わってへんわ顔。どういう意味ってなるけど深くは言いません。今の時代コンプライアンスちょっと厳しいんで深くは言いません。おのおのが、おのおの今のボケを感じ取ってください。リリリリリリリ、あえ、これをルリが黙ってでマッサージするってこと、なんか申し訳ないけど自分の足の裏でさえ触りたくないのに申し訳ないんだけど、え、もう言えないけど爪の形意味わからんねんけど、ちぎったからケバケバしてんねんけど爪。なんも綺麗ちゃうやん。ちょっと嫌ですね。そう、申し訳ない、うん。これでさ、これって小商売かな。あ、ちょっと待って、小商売ってこっちも小商売かも。わあ、気持ち悪いね。ちょっと待って、ちょ、ルールは？ルールは？ルールは？ルールなんてないよ。ああ、小商売かも。やばいやばいこれ。めっちゃ小商売。マジ？ちょっと気持ち悪い気持ち悪い。息符は全然。あ、全然。あしゃ、これやばい、これやばい。船より全然やばい。うわあ。たまに来る？気持ち悪い。あ、気持ち悪い今の。めっちゃ気持ち悪い。表させていただきます。そんな触ってないけど、さあ手袋した、ね、
じゃあ私もじゃあそのティッシュでやろうかな。いやいや、違うティッシュにしてや。ティッシュ使うにしても。このティッシュにしようかな。いやいや。嫌なんやけど。ひどくない？めっちゃ横着してるから今。うん、カメラ。もったいない。もったいない。イエーイ。うわー！今ちょうど今あると思うに無理のことした当たり前だ。ここから床のもしかしたら何かしらのバイキンが入ってここがパーンなるかもしれない。なんか嫌な食感やった今。感覚がやっただけ。むにゃーって。ふわふわやった、ね。なんかふわふわじゃない。むにゃーん。なんかわーってなった。潤いのある気持ち悪い。感覚やった。私サソリ座の女。ああ！足切らない。大丈夫？切らない。これでさ、黄色かったらやっぱさ、体悪いんかな。肝臓やね、肝臓。肝臓？お酒やめてんのに？全然じゃないルリって。そんなこと言うて足切らない。ちょっと怖いねんけど。ちょっと一回確認させて。もう聞きやん。なんかな、病気いたたま。怖いこと言わんといて。見て、下見て、もっと目開けて。あ、血液検査したら一回。手は、あ、手大丈夫なのかな。色白いからかな。そうか、黄色い靴下履いてたとか関係ある？色落ち？じゃこうしてこうして。見て。え、どう？みんな。普通さ、上見た時の方が面白いはずやけど、下見た時の方がおもろいね。どういうこと？上より下。口閉じろよ。もう無理やね。あれやろうと思ったらなんか口も開くし、首もなんかこうなんで、なんかだんだんこうなんで。ちゃうねん。足こしょこしょ。黄色。黄色。よし、黄色。また足が好きなルリの顔が増えましたね、パートリーが。今2つあるからね。そんな顔やったっけ？なんか、めっちゃ目開けて。全然強いやん、足。でも心なしかでも冷たいから冷えとんかもしれない。ああ、なるほどね。確かにさ、ここだけ冷たくない？めっちゃ冷たい。ここは普通やん、割と。うん、ここはまだ。でもこっからめっちゃ冷たくなるぐらい。また冷え性すぎてこの色だから。なってんのかな。怖いな。ちょっと待って、今のあのタイム。足ぶりの足拭いてるだけやで、ね、これ今。あ、冷たいですね、言って。ちょっとさ、マッサージしてくれへん？冷たい。あったかーい。生きてるかこの足。え、なんか怖いな。怖いってこの色でさ、感じますか？痛さとか痒さとか痛くないですか？今爪立てたんですもん。え、病院行ってください。病院行ってください。こことかだって痛いはずやろ、きっと。あー、確かにちょっと痛い。いや、病院行ってください。病院行ってください。病院行ってください。手当て。ああ、テーブルがあってやるなってずっと言ってんのに、ずっと立ち上がる時とかなんやする時ずっとテーブル触る。そのたびにずっとこうなる。床で支えて自分の己の足で立ち上がるよ。己の足では
立ち上がることはできません。みんな己の足で前に突き進んでんねん。無理やって足だけで立てへんくない？ちょっと左足も確認していい？痛ってしゃあないんやけど。どうやろ左足。じゃあ皆さん靴下なのかっていう、どうなんだろうっていう、ちょっと知識がある方、はい、我々にご教授くださいということで、いいのこんな動画で。はい、はい、カッパ侍、はい、恐怖お化け屋敷、元気小学女子6年生ずっとハゲさらしてるだけやん。元気女子小学6年生遊ばー、田中くん遊ばー、はい、おりそうおりそう、あ、おはようございます。誰や誰や。朝一にゴミ捨てに行った時の近所のおばさん。あ、おるおるおる。おはようございます。目バチバチ。目バチバチ。おしんどい。朝の5時に起きてる、こういうタイプは。本当にトトロいたもん、トトロいたもん。そんな顔やったっけ。トトロ本当にいたもん。いかがだったでしょうか。これはリクエストにはございませんということでね、いかがでしたでしょうか。皆さん X 始めましたのでぜひフォローお願いします。そしてね、コメント欄にね、リクエストでも皆さんのなんかこう、ここ面白かったとか、ここ良かったとかあったら、もう書いてもらった方が我々もすごく励みになりますのでお願いします。そしてチャンネル登録高評価お願いします。来週もお楽しみに。バイバーイ。